はいどうも、コミです。さて、本日はですね、TH コンプリーターさんから動画をお届けしていきたいと思います。で、今日のテーマなんですけども、花火ですね。花火。もう夏もね、終わりに近づいてきていて、今ドイツ寒いんですよね。今ね、8月末にこれ撮ってるんですけども、9月の1日か今日は。あのね、最高気温20度いかないぐらいでもう、ずっと長袖生活ですね。暖房もそろそろ徐々にこう使い始めてるっていう。日本またちょっと暑いですかね。どうなんだろう。環境がだいぶなんか、違うと思うので、腰のね、雰囲気を言ってもええって思うかもしれないですけども。さて、本日は、こちら JWC のアタックと野良対戦、それぞれ見ていこうと思うんですけども、まずは野良対戦からいきますかね。ミダゴグさんが多分ね、これ割と実用化させた攻め方じゃないかなというふうに思うんだけども、花火って皆さんご存知ですかね。突撃艦にスーパーガーゴイル入れて、クローンで増やしながらレイジかけて、インビジで隠して、その周辺ゴン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 ってこうね、潰していくっていう、突撃艦ライドラバルーンにまあ似てるような感じの、やり方ですね。落としてガーゴイルにレイジ、クローン、インビジを切らさないようにしながら、タウンホール、さらには、投石機今壊しましたね。さらに相手のロイヤルチャンピオンも撃破。シングルインフェルノ持って、さらにここの、なんだ、クラン城かな。援軍も、これラバーが入ってたと思うんですけども、それを出す前に壊していこうというところですね。で、相手のワーチャークイーンもワンチャン狙える距離ではあったかなって気がします。これ、やばいよね。これだけ壊せるのかいっていう感じがしますけど、まあ、これを、従来の形でいくと、ドラゴンとかに混ぜるんですね。ドラゴンとかに混ぜて、ドラゴンにトームかけるのと一緒に突撃艦にもトームかけてタウンホール周辺にこれをかましてやるという形なんですけども、なんでこういう風にやんのっていうね、ところもうちょっとこの1本見終わったらもう少し詳しく解説していこうと思います。で、一般的にっていうか、まあ、いろんな動画でこのスーパーガーゴイルのクローンは紹介されているんですけども、こう先打ちでやっているのはおそらくね、ティーコンさんぐらいしかそんな、こう動画化されているものでは見かけないんじゃないかなと思うんですよね。で、今回もこれ、ラバハンドからのドラゴンライダーっていうのもなんか特殊ですよね。こういうところをね、やっぱミダゴブさんよく見てんなと思うんですけど、おそらくね、これ簡単には真似できないんで、このアイデアは多分真似しなくてもいいと思う。多分。あとね、ちょっと一応解説入れますが、よくそういうとこ気づくよなーっていう感じですね。はっきり言って。はい。ただ、序盤にやっていた突撃艦、スーパーガーゴイル、クローンの部分は、これはもう相手の配置を考えるときに、なんていうのかな。ある程度優先度高く、打てる場所を見ていってもいい、技術だと思うので、そこはぜひね、盗んで真似してもらえたらなというふうに思っております。ちなみに今日合計で3本見てもらおうと思ってます。これまず1本ですけども、もう2本ですね。先打ちの花火もう1本で、後打ち花火っていうのもちょっと見てもらおうと思います。まあ、どっちかというと、後打ちの方が、一般的ではあるので、これはやっぱ特殊ケースだとは思うんですけどね。でね、これやっぱね、練習してからのがいいと思います。やることはそんな難しくないんですよ。で、これをやるってことは、もう相当呪文をその突撃艦パートに割いちゃうんで、その後の呪文の打ち所とかっていうのが、まあ、そんなに問われないんですよね。っていう意味で、すごく簡単になります。戦術、その攻めの3分間の攻めの中で、難しい要素がすごく、序盤に集中してるんで。しかもその集中してる序盤も、もうタイミングだけなんで、場所っていうのを考えずに済むっていう意味では、結構簡単です。でね、今見たときに、ここ美味しいんですよね、ここ。やっぱり。今、円を描きます。ちゃんと描きますね。これぐらいのゾーンっていうのが、これぐらいのゾーンが、突撃艦、スーパーガーゴイルのこの、クローンレイジ、まあ、通称花火。これで壊していける区画なんですね。だいたいこれぐらいです。これはね、やっていくとわかるんですよ。あ、これぐらいの範囲をやってくれるな、ガーゴイルがっていうのがわかるんですけど、やらないとなかなかね、ここは肌感覚で、僕も理解してるんで、言葉では伝えにくいものがあります。で、そういった時に、
この円の中に入っているないしは入りかけている施設を見てほしいんですけど、タウンホール、投石機、あと黒つぼが2本で、防衛援軍に、対空砲ワンチャンインフェルノって感じですね。インフェルノ若干遠いんで、これを壊せたのはちょっと偶然の要素もあるかなって気がするんですけど、でもこの辺が密集してるんですよね。でここにあの突撃艦、スーパーウィザードとか今のこの花火とかをどうしても撃ちたくなるっていう気持ちはこの密集に気づいた瞬間に浮かぶと思うんですよ。だけどそこで何が難しいかっていうと、例えばですけどね、ここに突撃艦を入れるっていう選択肢、まあ、これはありますよね。結構ねそれもいいと思います。ここに、スーパーウィザードを入れちゃうっていうのはこれはありですね。なんでそれを、しなかったみなこさんの理由はちょっと僕わかんないですけども、僕ならまずそれを考えたかもしれないですね。で一方で花火するって場合にはこっからこういう風に持ってく、パターン、ないしはこういう風に持って、こっちないな、これやっちゃうとここに突撃艦起こっちゃうんで、さっきの爆破ゾーンに行かないですよね。あくまでこの密集を壊したいんで、ここをもうこう持っていくか、まあなしはこの辺から持っていくかしかないんですよね。でそうなった時にドラゴンと一緒に出そうと思うと何が難しいかっていうと、ですねこれねやってると分かるんですけど、ここからドラゴン出していかざるを得ないんですね。ドラゴンをここから出していって、で突撃艦をこういう風に当てていくっていうパターンになるわけじゃないですか。そうするとここがめっちゃ重いんですね。シングルインフェルの対空砲があって、さらにイーグル砲もあり、エアスイーパーも効いちゃってるみたいな、ワンちゃんこれすごいね、こうやりにくいんですよ。で奥には投石もあるでしょ。だからヒーロー、キングアーシャークイーンとかをここ歩かせようにもシングルにやられちゃうし、ドラゴンたちをここから出すと少量のドラゴンとかドラゴンライダーが行ったところで全部この12時側に焼き殺されちゃうんですね。ダメになっちゃうんですよ。なのでドラゴンをここから出すっていうのがすごく難しい。なんだけどここに突撃艦を落としたいっていう風になった場合に、ね、先打ちでやっちゃうっていう手があるんですね。先打ちの花火をするというパターンですね。そうするとある程度もう突撃艦を出す位置っていうのはさすがにね、さすがにこっから出すのは遠すぎるし無理があると思うんですけど、まあ、このぐらいの距離だったらさっき三田国さんがやってたようにラバーハウンドをつけて、よくね突撃艦スーパービザーなんかやる方は見慣れてると思うんですけども、ラバーハウンドを1体ここに加えてあげて対空砲につけてあげながら突撃艦を入れていくという形ですね。これで、タウンホール付近まで届かせることができるので、まあ、トルネードが仮に、あったとしても、まあ、そこに関してはある程度です。ここはね、花火だったら、まあ、最悪、変なところで起こってもワンチャン狙いたかったところの周辺は壊してくれるっていう、まあ、そういうね臨機応変さを含んでいる攻め方なので、安心して使えるというところですね。で、それを使って、ドラゴンたちとは別動隊の形で、ここに突撃艦を届けたということですね。それがやっぱりやれるのがこういう先打ちのメリットですよね。ちょっと見ていきますね、もう一回。これはね、でも本当にやっぱり使えるようになると強いなっていうのは、感じますよね。まずバルーンで突撃艦の、行く先の黒爆弾、これをちゃんと確認しながら、序盤はバルーンで、中盤にかけてはラバーハウンドでターゲットを取っておくと。で、終盤は突撃艦がもう完全に単独でタウンホールに向かっていくっていう感じですね、こんな風に。これバルーン入ってると、バルーン多分入れない方がいいですね。事故が多くなっちゃう人は、入れずに撃った方がいい。ただ入れておくと、黒風船とか解除してくれるんで、結構美味しかったりもしますけどね。この爆破だよね。本当に爆破だよ、これ。相手のロイちゃんまでやっつけてるもんな。これだけやられたら結構痛いし、クランチは残ったからいいもんね。これ、クランチは残んなかったらもう本当に最悪の形でしたよね。うまかったなって思います。で、こっから先なんですけども、ドラゴンライダーの形を作るのも手なんですけど、まあ、今回、相手のアジアクイーンとロイヤルチャンピオン、さらに防衛援軍を全部、この、スーパーガーゴイルと、あとヒーローパートですね、クイーンとキングで倒すことができちゃってるので、ドラゴンいらないなってことでもドラゴンライダーラッシュに、していますね。で、さっき言ったここのね、ラバーハウンドなんですけども、これね、
対空砲に継ぐことによって、まあ、当然対空砲からのダメージをドラゴンライダーに入れないっていう理由もあるんですけど、おまけに投砲石器ですよね、投砲石器からのダメージもこれラバーハウンドが吸収してくれるんですよね。でドラゴンライダーとラバーハウンドってあのコストって5枠しか違わない、まあ、ラバーハウンドが5枠多いわけなんですけど、この、5枠でこれだけの防衛機能を果たしてくれるんだったら全然ドラゴンライダー1体減らしてでもここにラバーハウンド入れる価値はありますよね。でそこに気づけるっていうところがまあなかなかすごいんですけどさっきも言ったようにそこまで気づけなくても多分大丈夫かなっていうところですね。はい。でロイヤルチャンピオンは、8時方面からですね、入れてきて、ドラゴンライダーたちのルートをしっかりとねこの範囲に限定するためにここにちょっと飛び出ちゃった部分、ここを、ロイヤルチャンピオンで処理していくというね、まあこういったなんちゅうのルート作りも戦況に応じてやっていける、まあ、臨機応変さっていうところがね、まあミダゴグさんの魅力ですよね。本当にちなみにミダゴグさんめちゃイケメンなんでね、もしどっかのオフ会で会うこととかあったら皆さんびっくりしないでくださいね一度ね飲みに行ったんですけども、びっくりしました。なんかクラクラめっちゃうまい人ってなんか知らんけどイケメンが多いですよね。ユタさんとかもそうだけどなんかちょっとねジェラシーを感じましたね。はい、まあそれはいいとして、まあ、こんな感じですね。先打ちの、スーパーガイオイル、ぜひね使ってほしいんですが、ちょっとこれだけではなくてもう2本見てもらおうと思っております。参考に、少しね、先打ちもう1本と後打ちですね。でですね、すみません、出なしさん、またですねちょっと JWC のアタックの中から拾わさせていただきたいんですが、もう1本先打ちを入れたいと思います。先にね、でこれもやっぱね落とし場所っていうのが臨機応変できるメリットをね使ってるんですね。こんな感じでロケバルで対空砲削って、さらにホーミングチェックを入れながらの突撃感で、アーチャークイーンと投石がこうね突撃感打ってくるんで結構痛いんですけど、ここでこう落とすんですね。で相手のアーチャークイーンと投石機、さらにはインフェルノエアスイーパー、この辺をこう壊していくという感じですね。で、まあ、タウンホールが壊せなかったっていう点で、少しさっきのミダゴグさんの攻めよりもアドバンテージは取れてないんですけども、区画の破壊具合がなかなかすごいですよね。いい感じに区画が破壊されちゃってるんで、こういうね、攻め方。で、特に今回の、配置だと、こういうとこ隙間が空きますね、こういうとこね。こういうとこ隙間があるんで、巨爆とか、スーパーウィザードを一撃で葬ってしまうような罠が置いてある場合っていうのを、スパミズ使うなら考慮しなきゃいけないんですよね。相当考慮しないといけないんですけど、この攻め方をする場合っていうのは全く考慮いらないんですよね。ちゃんとクロノ呪文かけるタイミングとか間違えなければ、スーパーガーゴイルがそう簡単に突撃感が起こった瞬間に3体ともやられちゃうっていうことは、まあ、少ないので、事故率が圧倒的に低いんですね。まあ、その代わり呪文のコストはいっぱい使わされちゃうんですけど、まあ、っていうところのメリットですよね。で今回も、K さん、相手の、アーチャークイーンをもうスパカゴで処理できているので、ストライカーにトームをかける形で、あとロイちゃんを処理していきながら、残りはドラゴンライダーですね。ドラゴンライダーがもう何せ強すぎるのでね、とりあえずこいつを出しときゃなんとかなるだろうぐらいな感じになってしまっているのが、まあよろしくないというご意見もあるんですが、まあ僕は遠慮なく使ってますけどね良いものはにはまかれろですねこんな形で、序盤のスーパーガーゴイルからドラゴンライダーに移っていって全カメラ持ってくという感じですね。このパターンの場合、ロイちゃんはやっぱりドラゴンライダーパートですかね。ドラゴンライダーとロイちゃんって両方とも防衛施設をオンリーで狙っていくので相性がすごくいいんですね。進軍速度が一緒なので、まあ、ロイちゃんに、ラッシー、ワンちゃんですね、つけておけば、まあ、それなりに、なんだ、陸のクロスとか、あとは大砲とか、まあ、そういう、対地オンリーの防衛が、火を吹いても、ロイちゃんがすぐにやられちゃうってことはないですからね。フォームも一緒にかけれるんで伸びるし。っていうところですよね。
によってだいぶドラゴンライダーパートが伸びるので、序盤の呪文をほぼほぼ全部スーパーガーゴイルに割いちゃうっていう、そこの、まあ、この攻め方のデメリットは後々の今言ったような要素によって打ち消されて、結果的にはユニットのパワーで押し切れる形が作っていけるというところですね。で、もう一本は、後出しの花火ですね。マコトンさん、ごめんなさい。ちょっとこちらを見させてもらいたいと思います。で、タウンホールがここにあるんですけども、打ちたい場所ってここですよね、ここ。この辺がやっぱ美味しいんですよね。クランジョ、タウンホール、投石、インフェルノ、対空砲、アーチャークイーンっているんで、ここに打ちたいんですけども、そういった場合って、この辺からドラゴン出す。でこのドラゴンの出す場所っていうのは全然ありなんですよね。こんな風にまあ広がっていたとしても、しっかり怖い防衛がこの範囲にこう入るじゃないですか。全部入っていくので、ドラゴンが横打ちをガンガンされちゃう、さっきのシングルインフェルノとか壁際の対空砲とかああいうのがないのでやれちゃうんですね。で、キングとアジャクインはタウンホール側をぐるっと回って間違っても援軍釣らないように、これ援軍ね釣っちゃうんですよ、こっちから入っていくと。釣っちゃった場合に、中に、なんだっけ、ラバハウンドとかが入ってた場合、釣らなくてもいい援軍釣っちゃうんで、壁でちゃんと仕切られていて、中に入っていかないようなルートを歩かしていくという感じですね。で、狙い通りにスーパーガーゴイルはタウンホール、さらには、クランジャーまで壊してくれて、この一帯を周辺をしっかり壊すと。で、ドラゴン若干ばらけるんですけども、このばらけた先の火力がそんなにもう残ってないので、そのまま押し切れちゃいますね。っていう形で前回まで持っています。これが、さっき、後出しの花火のことなんですかね。っていう風に落とす場所、まあ、落としたい場所に対して一緒にドラゴンを出していける場合には、こういう後打ちの突撃感っていうのは効くし、ドラゴンをそこに出しちゃうと良くないなっていう場合には、まあ、レジェンドとかだともうどうしようもないんですけど、もうやるしかないっていうパターンはあるんですが、まあ、そうでない、まあ、対戦とかであれば、こういった先打ちのパターンっていうのも、考慮に入れながらですね、使い分けていくと結構安定感が増すんじゃないかなというところで、よろしければぜひ、使ってみていただけたらというふうに思います。そして、出なしさん、本当にね、2回ちょっと今回、GWC の非前回を、デナイさん側のね、アタックを取り上げずにちょっと、たくさん使わせてもらいました。まあ、JWC のルール上ね、自然界は、動画化してもいいというのはあるにせよね、ちょっと、偏りがあって、そこは申し訳なかったかと思うんですけども、どうぞご了承いただけたらというふうに思います。よろしくお願いします。というところでですね、本日は、花火編成に関して見てまいりました。いかがでしたでしょうか。こんな形で私のチャンネル、クラン対戦の解説の動画を中心にやっております。今回タウンホール14でしたけども、12から14までこう幅広くやっておりますので、この動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもですね、どうぞご視聴よろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。